今回はたったの20秒でお腹がぺったんこになる方法というのを紹介していきます。今回のエクササイズは気をつけ腹筋というのをやっていきます。動画を最後まで見てもらうことで自分の骨盤の角度のチェック、そしてお腹をへこます姿勢というのが身についてきます。お腹が気になる方はぜひ最後までご覧ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、気をつけ腹筋というのでお腹をぺたんこにさせる方法というのを紹介していきます。お腹が気になる方、下腹が出ている方、ほとんどの方が実はですね、姿勢が悪いだけの場合がほとんどです。もちろんお腹をつまんで脂肪がある人、それはもちろん脂肪もあります。お腹の表面が薄い、でもお腹が出ている、それは実は胃が膨張していたり内臓脂肪があったりっていう感じでお腹が出ています。ですが姿勢というのが改善されるだけで、お腹は数センチもしくは数十センチ意識だけで変わります。例えば腰が反れている場合、お腹全体が出てしまう、腰が丸まっている場合、猫背になってしまっている場合、お腹の脂肪が集まってしまうのでお腹が出た感じになる、その2パターンのどちらかです。この2パターンは今回の骨盤のチェックと気をつけ腹筋をするだけで、日常的にどういった姿勢で生活すればいいのか、どういった姿勢で生活するとお腹がへこんだ状態が保てられるのかというのが分かってきます。ぜひ最後まで一緒にやっていきましょう。まずは骨盤の角度のチェックです。これをすることで猫背なのか反り腰なのか、実は姿勢がいいのかというのが分かります。やっていきましょう。とっても簡単です。肩幅に膝をつきます。この状態で一度座ってください。この座った状態でお尻を上げてみてください。この時にお尻にちゃんと力が入ってない場合、その場合は反り腰です。そしてお尻を上げた時に腰が丸まって肩が丸まっている場合、この場合は猫背でお腹の肉が集まっていて出てしまっています。今の反り腰か猫背どちらかに当てはまった方は今日の分をするとお腹が引っ込みます。ですがお尻を上げた場合、お尻も締まっている、お腹もへこんでいる、体が上に持ち上がっている、そういった方はとてもいい姿勢をしていますのでお腹はへこんでいると思います。もしその姿勢がいい状態でお腹が出ている場合はもちろんダイエットが必要です。お腹の脂肪を取らなければいけません。ですが今の2パターンで当てはまる方は姿勢が改善するだけでお腹がまっすぐ、もしくは下腹の方がへこむぐらいいい姿勢になれます。まず姿勢のやり方としては、お尻を上げた時にお尻を締める、お腹をへこます、一度肩を上げながら体を上に引っ張る、この引っ張ったお腹の状態をキープして肩を落とす、この意識です。お尻を締める、お腹をへこます、体を引っ張っておいて、ここからここはキープしたまま肩を落とす、この姿勢で先ほどの2パターンの方はお腹がすでにへこんでいると思います。この姿勢というのが基本的日常的に過ごすお腹のへこんだ姿勢です。今の体を引っ張った姿勢を意識しながら気をつけ腹筋というのを10秒2セット行っていきましょう。では紹介します。先ほどの体を引っ張った状態、お尻を締める、お腹をへこます、体を引っ張る、この状態で気をつけして足と背中をちょっと浮かせます。ちょっと、この状態で息を10秒間吐き続けていきます。もし頭を上げた時に首が痛い方はできるだけ背中は浮かせて後頭部だけこのようについてください。全部寝てしまうとお腹効きにくいので後頭部だけちょんと置いとく感じで気をつけ腹筋やっていきましょう。
10秒間2セット。10秒息を吐いたら一瞬で吸ってもう10秒吐きます。10秒間はおおよそでいいです。頭の中で10秒数えてください。それでは一緒にやっていきましょう。お尻を締めることを忘れないでください。お尻をしっかり締める。お腹をへこませ、体を引っ張る。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。今の気をつけ腹筋、お腹はあんまり効いてないと思います。なぜかというと、意識はお尻とお腹をへこませる、お腹を引っ張る、この3つに意識がいってますから、もしお腹が疲れたよって方はどこかの3つの中の意識が欠けてます。今のは腹筋ですけども、姿勢を良くする腹筋ですので、腹直筋を使っているわけではありません。なのでしっかりね、今のがお腹に効かなかった方は姿勢が意識できていると思います。今すでにね、さっき初めに膝をついてお尻を上げた状態っていうのが今の状態でキープできていると思います。この感覚で日常的に過ごしてください。お尻を締める、お腹をへこます、体を引っ張る、引っ張るんだけど肩は落としとく、それだけで全然変わってきます。で、日常的にこの姿勢を意識するだけで、この意識する姿勢が意識しなくてもできてきます。そうなってくるともうこっちのもんです。歩き方、適度にお尻に力が入っている、お腹がへこんでいる、体幹がしっかり安定しているので、歩くだけでも体幹が身についてくる、そういったメリットばっかりが待ってます。ですので今回のこの3つの意識というのを2日に一遍、または3日に一遍、もちろん毎日がベストです。やってもらえたら姿勢のチェックというのができますので、やってみた時に意識ができたらですね、あ、日常的に意識するの忘れてたなとか、そういったことに気づきがありますから、ぜひですね、何度もこの膝ついてお尻を上げるっていうことをやって、気をつけ腹筋というのをやってみてもらうと、お腹全体がへこんで姿勢が良くなります。頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。SNS もやってますので、説明欄からよかったらフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。